皆さんこんにちは。民主党香川県連代表の衆議院議員の小川淳也です。いよいよ衆議院が解散となりました。本当に身勝手な国民不在の大義なき解散だと私どもも憤るような気持ちでおります。多くのそうした思いをお持ちの県民の皆様とまず共にやりたいと思います。国民生活、国民のさまざまな思い、これを無視して手前勝手な自らの政権延命のための解散を行う。まず今回問われなければならないのはこの解散の大義そのもの、安倍政権の政治姿勢そのものだと思います。同時にアベノミクスが始まってから2年、確かに金融緩和、株は上がり円安は進みました。しかしあまりにも物価が上昇して賃金の上昇は追いつかない。一般国民の可処分所得は下がり続けるばっかりです。一部の資産を持っている人、富裕な人はそれでいいかもしれません。しかし私たちは多くの実感を得られない、将来が不安な多くの県民、国民と共にありたいと思います。またこのような身勝手な解散を許して、もし安倍政権がさらなる大きな議席を手にしたら、この先4年間もはやとどめる手立ては何もありません。歯止めの効かない集団的自衛権をはじめとして国民が心配するさまざまな課題、私たちはしっかりとしたブレーキ役を国会の中で果たしていきたいと思います。最後に、アベノミクスでいろんな問題から目をそらされてきた2年間だったと私自身は思っています。今般私自身まとめさせていただいた日本改革原案、今求められるのは実は本物の改革ではないでしょうか。人口減少、高齢化率の上昇、金融緩和や公共事業で片付く問題ではありません。根本に遡って本質的に考えて、この国の新しい形を模索していく、そうしたきっかけをつかむ総選挙にしたいと思います。大義なき解散にノーを、安倍政権の傲慢な政治姿勢にストップを、そして求められる本物の日本改革を議論する。今少し野党にお力をお与えいただきたいと思います。頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。